渋沢栄一 VS 岩崎弥太郎、会社への考え方の違いから対立。弥太郎の死まで続いた争いのその後は？皆さん、こんにちは。歴ショックです。今回は、近代日本の経済を代表する渋沢栄一、岩崎弥太郎の対立、経済界を巻き込んだ大競争の行方について紹介します。大隈重信らと結びつき、日本の海運業の覇権を握った岩崎弥太郎の三菱。しかし、渋沢栄一は、三菱の独占に待ったをかけ、両者は激しく衝突します。二人の対立の根底にあったのは、一人のカリスマに権限を集めるべきとする弥太郎と、多くの人を結集して事業に当たるべきとする栄一の事業に対する信念の違いにありました。今回は、岩崎弥太郎はどうやって海運業の覇権を握るに至ったか、栄一と弥太郎の熾烈な争いの行方、二人の争いの結末について詳しく紹介します。土佐の下級身分から伝説の商人へ、三菱が日本の海運業の覇権を握るまで。三菱の創始者岩崎弥太郎は、土佐の地下浪人である岩崎弥次郎の長男として生まれました。弥太郎の家は貧しく、下級武士である豪士の身分すら売って地域に根付いた地下浪人の身分となっていました。そんな環境の中でも、弥太郎は幼い頃から学問に励み、江戸の昌平坂学問所教授の浅香権斎の塾に入塾し学ぶなど、頭角を現していました。しかし、父の弥次郎が酒席で庄屋と喧嘩し投獄されたことを知り、帰国し奉行所に訴えるも、奉行所は庄屋の味方をします。不正をまかり通すのが奉行所かと弥太郎は訴え、奉行所の壁に官は賄賂をもってなり、国は愛憎によって消すと書いたため投獄されてしまいますが、この投獄が弥太郎の運命を変えていくこととなります。弥太郎は獄中で同房の商人から算術や商法を学び、商売のいろはを習得できてしまったのです。出獄後は実居中で、後に土佐藩の三世となる吉田東洋の塾に入門し、ここで後藤庄次郎らと知り合います。やがて吉田東洋らが土佐藩の実権を握ると、弥太郎はその手下として長崎や大阪に派遣されます。着実に実績を積んでいった弥太郎は、ついに後藤庄次郎によって土佐藩の貿易窓口であった海政官長崎商会の主任に任じられ、藩の貿易業務を担うこととなりました。ここで詳細を発揮した弥太郎は、やがて明治時代に入り、土佐藩が海運業者としてつくも商会を立ち上げると事業監督に就任します。同時に土佐藩の商参事となり、大阪藩邸の責任者となった弥太郎は、大きな権限を手にして商売の手を広げていきました。やがて弥太郎はつくも商会の経営に専念し、三菱商会へ社名を変更、国内航路に進出していた外国船に対抗するための政府の支援を後ろ盾に、海運業で業績を上げていくこととなります。一海運業者に過ぎなかった弥太郎が躍進するきっかけとなったのが、政府による貨幣全国統一化です。後藤庄次郎によって今でいうインサイダー情報を得た弥太郎は、各藩の藩札を買い集め、政府に買い取らせることで莫大な利益を上げました。政府と結びつき政商として暗躍することで業績を伸ばした弥太郎は、政府との結びつきをさらに深めることで海運業としての三菱の地位を不動のものとしていきます。そのきっかけとなったのが台湾出兵、西南戦争です。台湾出兵では局外中立を掲げる欧米船会社三菱に顧客を奪われることを恐れた当時日本一の船会社の日本国郵便汽船会社が非協力的だったのに対し、三菱は政府に全面協力し軍事輸送に携わります。西南戦争でも会社を挙げて政府に協力した三菱は、東京市の年間予算に匹敵する額の利益を上げます。日本の内外航路を独占していた欧米の汽船会社を駆逐するために、政府は三菱を保護し、三菱は欧米会社を駆逐するに伴い業績を急拡大させていき、ついに日本海運業の覇権を握るに至ったのです。しかし三菱の独占は次第に各方面からの反発を招き、ついに
渋沢栄一との全面対立に至ることになります。合本 VS 先生、会社はどうあるべきなのか。政府の仕事を引き受けることで業績を伸ばしてきた岩崎弥太郎はよく国あっての三菱という言葉を使いました。しかし政商として膨張する三菱に対し世論は次第に批判的になっていきます。弥太郎にとって悪いことに、それまで三菱を支援していた大久保利通、大隈重信が暗殺、失脚により政界を去り、大隈重信と対立していた井上馨や品川八次郎は三菱批判を強めます。やがて三菱に対抗するために官民挙げて汽船会社を作ろうとし、渋沢栄一もこれに参加するのですが、渋沢栄一と岩崎弥太郎は初めから対立していたわけではありませんでした。日本初の保険会社である現在の東京海上日動設立に際しては、渋沢栄一と岩崎弥太郎は共に相談役として関わるなど協力しています。しかし多くの人資本を合本し事業を拡大するという栄一の思想と、一人のカリスマが事業を先導していくという弥太郎の思想は根本的に相入れず、やがて両者は対立していくようになります。それでも弥太郎は栄一と真っ向から対立する気はなく、船遊びの席に栄一を招待し融和を図ろうとします。しかし今後の実業界はどうあるべきかという議論に至り、専制主義を志向する弥太郎と合本主義を唱える栄一は相入れず、栄一は芸者を引き連れて帰ってしまいました。実はこの頃の栄一は三井物産の増田貴らと共に海運業での三菱の独占状態の打破のために会社設立に動いていたのです。弥太郎は栄一と関係を深め、この動きを阻止しようとしましたが、あえなく失敗してしまいました。栄一らは海軍大佐の遠竹秀幸を社長に東京風帆船会社を設立します。弥太郎も打倒三菱の動きには黙っておらず、メディアや政府高官に大金をばらまき、東京風帆船会社の批判に回らせたり、栄一らの協力者を買収するなど、なりふり構わない反撃を行い、東京風帆船会社は設立には至ったものの、ほとんど事業を展開することはできませんでした。栄一は一度弥太郎に敗れてしまったこととなります。しかし三菱の庇護者であった大隈重信を失った弥太郎をさらなる逆風が襲います。政府を去った大隈重信は立憲改進党を立ち上げ、自由民権運動を展開し政府と対立するようになりました。この大隈の動きを危険視していた政府は、立憲改進党の勢力を削ぐために資金供出元とみられていた三菱の抑え込みに本気で取り掛かるようになったのです。当時農商務卿を務めていた西郷嗣道は新たな汽船会社の創設を企画し、渋沢栄一や増田貴志、井上馨、榎本武明など政財界の大物を結集し、共同運輸会社が設立されました。この共同運輸会社には政府も出資しており、ついに政府は総力を挙げて三菱排除に取り掛かることとなるのです。激化する争い、共倒れの危機。渋沢栄一らによって設立された共同運輸会社は、社長には海軍の伊藤修吉が就任し、有事の際には政府の軍事輸送を引き受けることを条件に政府も出資するなど、政府色の強い会社となりました。共同運輸会社はかつて栄一らが企画し三菱によって潰された東京風帆船会社などが合流しており、三井などの資本も参加していたことから、官民挙げて三菱の独占を打破しようとしていたことがわかります。弥太郎はこれに対し、日本の海運業界はまだまだ脆弱であり、今三菱と共同運輸会社が競争するのは国家のためにもならないと反発します。しかしこの頃の世論は独占的に利益を貪る弥太郎と三菱に批判的で、弥太郎を利益を貪る海坊主と非難し、海坊主退治すべしと弥太郎を擁護する者はほとんどいませんでした。弥太郎もついに共同運輸会社との全面競争を覚悟し、運賃を2割下げ、顧客の流出を防ごうとします。しかし共同運輸会社側もさらなる値下げで対抗し、
両社は2年にわたって値下げ競争を続けることとなります。この当時、共同運輸会社の船に乗ろうとした者が、無料にしないなら三菱の船に乗ると言ったところ、本当に運賃が無料になったという話や、三菱では運賃がただどころかお礼の品までくれるといった話が流れるほどでした。実際に現場に運賃値下げの権限が与えられており、客を奪うことに関してはいくらでも値下げを行ったとも言われています。値下げ競争の結果、運賃は当初の10分の1まで下がりました。値下げ競争ではついに決着のつかなかった両社は、今度は運行速度で競い合います。当初はイギリス製の最新艦を揃えていた共同運輸会社が有利でしたが、三菱は燃料代を度外視して速度を上げ、ついには同時刻に出発し、お互い競い衝突事故を起こしてしまいます。こうした過度な競争によって両社とも疲弊し、ついには政府が仲介に乗り出し協定を結ばせますが、協定はすぐに破られてしまい、両社とも倒れが危惧されるまでになりました。この激しい競争の中、三菱のトップ岩崎弥太郎は胃がんのために1885年50歳でこの世を去ってしまいました。激しい争いの結末、三菱と渋沢栄一は仲直り？激しい競争により消耗した三菱と共同運輸会社は、弥太郎の死をきっかけについに競争をやめ、合併の道を選ぶこととなります。弥太郎の後を継いで三菱の総帥となった岩崎彌之助は合併に合意し、日本郵船が誕生しました。合併比率は共同運輸会社の方が高く、社長も共同運輸側の森岡正純が就任するなど、共同運輸会社が主体の合併となっています。三菱は祖業である海運業を手放した格好となりましたが、岩崎彌之助は政府が売り出していた丸の内一帯の土地を買い占め、自所業に乗り出しました。当時の丸の内は大名屋敷の跡地として軍が練兵場として使っており、三菱の手に渡った時は一面原っぱであったといいます。周囲の人は原っぱを買い占めてどうするつもりだと思っていましたが、矢之助は丸の内一帯をロンドンのオフィス街のように発展させる計画を持っていました。これが現在の三菱地所丸の内オフィス街につながり、かねてより所有していた鉱山や工場も合わせて海の三菱から陸の三菱へと大転換を果たしたのです。また共同運輸会社主体であった日本郵船も株主に三菱関係者が多くいたことから、やがて実質的に三菱主体となり、社長にも三菱出身者が就任するようになります。三菱の名こそ失ったものの、日本郵船は岩崎弥太郎の意思を受け継ぎ、航路拡大に努め、弥太郎の夢であった日本の船による世界航路を実現していくこととなるのです。渋沢栄一とは日本郵船誕生後は表立って対立することはなくなり、やがて渋沢栄一の後を継いだ孫の渋沢敬三のもとには、岩崎弥太郎の孫にあたる木内時子が嫁ぐなど、渋沢家と岩崎家は縁戚同士にもなりました。まとめ、明治初期の日本経済界を引っ張った渋沢栄一と岩崎弥太郎、二人とも国家あっての企業との認識を持っており、お互いに一目置いており、会社の業績関係なく財界人として活動する際は協力することも多かったといいます。合本と先制、両者の主張はついに相入れることはありませんでしたが、岩崎家の三菱を貫いた三菱も近代日本の発展をリードし続け、日本を代表する財閥となっていきました。栄一が作った多数の企業、弥太郎ら三菱系企業は今も多く残っており、日本の経済界を引っ張っています。栄一、弥太郎、どちらの主張も正しく、彼らが己の信じる道を突き進んだ結果、今の日本の発展があると言ってもいいでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。これからもワクワクするような歴史の話をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録をお願いします。他にもたくさん歴史の動画を上げておりますので、よかったらこちらもご覧ください。